ヘルムート・クノフ編親衛隊大佐。ヘルムート・クノフ編は、ナチスドイツの親衛隊員。最終階級は、親衛隊大佐。1940年から1944年ドイツ、占領下のパリで、保安警察と親衛隊情報の司令官の地位に、あった。ドイツ、マクデブルクで生まれた。クノフ編は、ライプツヒ大学とゲッティンゲン大学で、歴史学と英語を学び、 ゲッティンゲン大学で哲学博士の学位を取得。彼はナチスが政権を奪取する以前の1932年にナチスに入党。1936年から新衛隊に所属。ラインハルト・ハイドリヒの SD に配属され、通局一部二課,課の課長となる。彼の課のもとに左翼活動の監視係があった。1940年5月に、 フランス・パリの保安警察及び SD 司令官に任じられ、彼は副官のクルトリしか、パリの親衛隊及び警察高級指導者に任じられたカール・オーベルクと共に占領下のパリに入り、20万人以上の人々を各地のユダヤ人強制収容所に送った。1942年には親衛隊大佐に昇進している。連合軍によるパリ解放の後、区の派遣は、 アドルフ・ヒトラーの個人警護隊に所属していた。1946年6月、彼はブッパータールでイギリスの軍事裁判所から母ゼ前で捕虜になったイギリス人のパイロットを殺害した罪により死刑の判決を受ける。しかし刑を執行されず、彼は1947年7月1日フランスに移送される。フランスで彼は 1954年10月10日パリで、フランスの軍事裁判所によりまたもや死刑の判決を受ける。1958年判決は、終身懲役に変更され、1962年、フランスの監獄から釈放される。ドイツに戻って、クノッヘンは当初バーデン・バーデンに落ち着くが、その後クラウスタール・セーラーフェルト近くのハーネンクレイに移る。 最初の結婚生活で長男が誕生。1963年以降、彼はオフ,フェンバッハームマインに居住。ヘルムートクノフ編ンは保険代理人形を営み、1982年2度目の結婚をした。2003年4月4日死去。93歳坊つ。ありがとうございます。